This is Nyanko Channel. I'm here with a new game, and I'm going to give it a try. Enjoy! おお、ようこそおいでくださいました、聖女様。どうぞ、お手を。ありがとうございます、ブンデス大司教。おっと、大丈夫ですかな。大丈夫です。支えてくださってありがとうございました。そうですか。あなた様の恩義はこの国そのものと言っていいほど大切なもの。滅びでもしてきれいなお体に傷でもつけば、それは国の損失にございます。ブンデス様、お手が。おお、これは失礼おば。心配のあまり思わず。どうかご容赦くださいませ。いえ、分かっております。あなたがこの国のため尽くしてくださっていることは。聖女様に尽くすことこそ、一エルアラド西洋国民である私の幸せ。あなた様と、そして国のためであれば、いかなる助力も惜しみませんぞ。あなた様がルドルフによって魔女裁判にかけられ、その身を汚されていた時、私はただそれを見ていることしかできませんでした。ですが、その何もできなかった私の罪をあなた様はお許しくださった。ゆえに私はあなた様に尽くそうと決めたのです。私のすべてをかけて。ブンデス様、そのことは。おお、そうでしたな。それはもはや過去、口にしないお約束でしたな。お願いいたします。では参りましょうか。
デシリー様、いかがなさいましたかな。中で皆があなた様がお顔を見せてくださる時を待っておりますぞ。はい。申し訳ありません。少し考え事をしておりまして。悩み事ですかな。私でよければいつでもご相談に応じさせていただきますぞ。人ですかな、物資ですかな、それとも財政援助。いえ、そういうことではありません。ブンデス様、どういたしましたかな。何やら顔色がすぐれないご様子。何でしたら馬車でお休みになりますかな。私が解放して差し上げますぞ。あなた様のおっしゃる通り、皆を待たせてはいけません。はい、かしこまりました。セシリー王女殿下。おお、聖女様だ。聖女様がお越しくださった。これで助かる。ああ、セフィロト様、どうかどうか私に力を。傷つき苦しむみんなを救えるほどの力を、どうか。あと、これは真偽不明の噂程度のものなのですが、一件ほど気になる報告が上がっております。お耳に入れるべきか悩んだのですが。構いません。些細なことに見えても、それが重要ごとに結びついていることもあります。はっ、ではご報告申し上げます。実は数日前から
聖都近郊にあるボルナックの町の墓所にて歩く死体を見たとの報告が上がっております。その他には死んだ兵士がさまよい出ているとの声も。ボルナック、確かルドルフを埋葬した墓地のあるところですね。どうせ酔っ払いが見間違えたのだろう。黙れブンドゥス、姫様がお聞きになると申されたのだ。余計なチャチャを入れるな。申し訳ございません。この場に不要な置物が邪魔をしたな。報告を続けろ。ははとはいえ報告自体はそれだけですので、新たに申し上げることはございません。ただその目撃者は私の友人であり、決して冗談を口にするような男ではないことを申し添えさせていただきます。なるほど、ご苦労。いかがなさいますか、セシリー様。国の守りを預かる者として、ここは調査に赴くべきであると愚信いたします。具体的には、歩く死者もそうですが、個人的には死んだ兵士がというのが気になります。私が直接行って調べるのが最善でしょう。はい、ではお任せいたし、ご報告申し上げます。何事か。はっ、北のガルベリアとの国境沿いにある森にて見たことのないモンスターが現れました。国境守備隊の被害は甚大、地球援軍を求むとのことでございます。
ロイン。対応を決めた矢先にこれですか。さ、どうしたものか。考えている暇はありません。ノエインは今すぐに聖騎士団を引き救援に向かってください。聖騎士団を向かわせることは私も賛成ですが、しかし私もでございますか。それでは墓所の方へは誰が。私が向かいます。この世に未練があり解放されずさまよっているとあらば、聖職にある者として見過ごせはしません。かしこまりました。では墓所の調査に関してはセシリー様にお任せいたします。ですがくれぐれもお気をつけて。はい、わかっています。ノエインもお気をつけて。すぐに戻ってまいります。それでは本日の軍議はこれまでとします。はっ、はっ、はっ。ここまでエデンズリッターを追い詰めておきながら無様にやられるのじゃからな。大元総合を吐く男じゃったが、やはり口先だけの愚か者であったな。じゃが、お主が残したものは意外にもゼノバイドに、そしてわし自身にとっても有用なものが多くあった。お主が生み出した受肉召喚はなかなかに良い発想じゃ。特にわしの狩猟術との相性が良いのもポイントが高いの。ゆえに特別に主にチャンスをやろう。今ひとたびの生を受け復讐を果たすな。お主の主たるわしの命令じゃ。さあ、かりそめの肉体に再び魂を宿し、起き上がれルドルフ。If you enjoyed this, please subscribe to my channel. Thanks, and bye-bye!